コンロ、コンロ、コンロ、または、カタカナでコンロと表記することが多いとは、直接的な食品指示部を有しないもので、電気、気体燃料、液体燃料を熱源とする調理用加熱器あるいは、木炭コンロや、レンコンロのように、固形燃料を熱源とするもの。本来運搬可能な小型の調理用の炉を刺したが、今日では、鍋釜などの調理器具を加熱する。 据え付け型の燃焼器具、または加熱器具も含まれる。コンロのコントはこ音で、火の顔、形と解釈され、つまり、熱炉、起き炉、しというに等しい。カタカナでコンロと表記されることが多いが外来語では、なく、日本語である。アメリカ英語で、クックトップ、または、レインジ、レンジ、イギリス英語で、ハブ、中国語では、ロシ、ロ、 または、ロシストーブ、小ロシミニ火鉢と呼ばれる。本来コンロとは、運搬可能な調理用の炉を指していた。江戸時代の以降、江戸以降、四国城下町以降などから、多くの持ち運び可能な恥製火床が発掘されている。七輪もコンロの一種であり、江戸時代の終わり頃までには作られたことが分かっている。七輪とは、 軽装土などで作られ、燃料に木炭などを使うコンロの一種で、空気取り入れ口の加減で火力を調節するが、燃料の燃え具合の調節が難しい。強コンロといえば、一般的には、ガスコンロを指す。ガスコンロには、ガス栓から、ガスホースを用いガスを供給する方式と、液化ガスを充填したボンベを接続し、ガスを供給する方式がある。さらには、 電気コンロ及び IH クッキングヒーターなどを指すこともある。近似はガスコンロと IH クッキングヒーターが並び合い一体となったコンロもある。なお電気で加熱するものとしては、皿や調理済みの料理の入った鍋が冷めないように保温加熱するプレートヒーターもあるが、通常コンロの範疇には含めない。その他、キャンプ及び登山用品として様々な種類の 携帯用コンロも存在する。コンロは、一般的な調理に伴い、飛び跳ねた油、吹きこぼれた食材及び、食材の断片などによって汚れることが多い。これらは腐敗したり、病原害虫を呼び寄せる原因になる。ガスコンロの場合、バーナー部分の目詰まりを起こし燃焼不良の原因とも、なり、電気コンロ及び IH クッキングヒーターの場合、腐食や漏電などの原因ともなる。 IH クッキングヒーターでは、基板を収める空間が加熱しないように絶えず、冷却ファンを回す必要があり、吸気部のフィルターが目詰まりしないよう常に注意を払う必要がある。燃料を使用するタイプのコンロでは、原理上、常に換気に注意する必要がある。一般に、コンロは熱源として、電気を使うものと燃料を使うものとに対別できる。電気を使うものには、 電気抵抗を利用するタイプ、電気抵抗と電磁誘導を利用するタイプ、電磁誘導とがあり、燃焼加熱によるものの燃料には、固体燃料、液体燃料及び、気体燃料と、核物質状態の燃料がある。コンロの種類により、それぞれ得て、増えてがある。都市ガスやプロパンガスなどの可燃性の気体を燃料とするコンロ。安定した火力で調理する際に威力を発揮する。 その一方で、小型のものは、常温下では、安定した火力が簡単に得やすいことから、沸点が高くカートリッジの耐圧性が低くできる、ブタン、ガスライターの燃料や混合ガスを充填した、カートリッジを使用する。プロパンや都市ガスなどを使用する、据え置きタイプのものは、火力の調節が簡単で、炒め物などの高温を必要とする調理から、 煮物などの弱火を長時間用いる調理にまで幅広く用いることが可能である。簡易式のカートリッジを使うタイプでも他の移動式コンロより点火が勘弁で、また高温も得やすい。設置された状態や追加機能により呼び分けることもある。ガステーブルはガス栓からガスホースにより接続された移動が容易なコンロを指す。システムキッチンとして組み込まれた。 ガスコンロの上面と手前操作部のみ露出状態で固定されたものはビルトインコンロと呼ばれる。コンロ手前に組み込まれたグリル機能のあるコンロをガスレンジと呼ぶ。上位機種としてコンロ台に当たる部分に仮想分レンジを組み込んだものもある。なお、大型鍋用あるいは業務用に用いられる本体が煮物でできた煮物コンロ、ハイカロリーコンロと呼ばれるものもある。燃料とする。 ガス種類は大きく分けて、メタンを主成分とする天然ガスと高圧化で液体にしてタンクに貯蔵してあるプロパンブタンを主成分とする液化石油ガスがある。ガス種に合うコンロを用いないと適切な燃焼状態を確保することが困難である。部品交換により燃料転換修理も可能なコンロも少なくないが意外と料金がかかる場合がある。問題点としては、 屋内仕様では燃焼による窒素酸化物 PM2.5 及び溶化合物である不臭剤が燃焼することによる硫黄酸化物の発生と酸素消費があるため換気が適切でない室内において燃焼を継続すると不完全燃焼による一酸化炭素を発生させ一酸化炭素中毒による事故となるテントのような屋外に設置する簡易な住居においても換気が不適切 ある場合、同様な事故が生じる。これは燃焼加熱式共通の問題である。また、一定濃度で大気と混合している状態にて、点火すると、爆発的燃焼を起こす。爆発燃焼事故を未然に防ぐため、爆発限界に達する前に嗅覚、またはガス漏れ検知器等、メタン等のガス主成分に、反応にて容易に発見するために、 家庭用ガスには付けにおいすることが法で定められて、イルトやガス機器や配管損傷を主とする大量の漏れに対しては、ガスメーターの安全装置を用ヒューズガス栓が作動しガス、供給遮断される等の対策が施されている。コンロでの事故は、ご使用に起因することが多く、安全保護機能を備え付けられたガスコンロの普及により、減少傾向となった。プロパンの卓上用コンロ、 キャンプのストーブ、カートリッジは販売されている。陶器用に便利というのは事実ではなく、メーカーは、冷夏では、ガソリンや灯油より効率が落ちるとしている。特殊な例になるが、第二次世界大戦時の金属教室に、金属の鋳物のコンロも含まれており、代用陶器として、陶製のコンロが開発され流通した。しかし戦後は法令そのものが廃止され、も戻ったため、 代用陶器は消滅した。日本の卓上用カートリッジガスコンロ、通称カセットコンロは、1969年に、岩谷産業で業界で、初めて開発された卓上カセットコンロ、岩谷ホースノンカセット風であり、コンセプトのホースがなく、持ち運びに、便利な話題を呼び大ヒット商品となった。その後数社から、同様の商品が発売され、 1991年、平成2年7月1日に、日本工業企画、カセットコンロ、カセットコンロ用燃料容器が制定されていた。しかし、カセットボンベへの企画が複数規定されていたため、1995年、平成7年1月17日に発生した阪神、淡路大震災において、被災者間や救援物資において、 カセットボンベが融通できない問題がなし、規格統一の必要性が認識された。これを教訓として、1998年、平成10年2月20日に、日本工業規格、カセットコンロ、カセットコンロ用燃料容器の改正が行われ、カセットボンベの形状が一種類に規定された。参考。ただし、燃料容器の寸法等について、厳密な定義がされておらず、 何よりも強制放棄対象の規格ではないため、ダメーカー間のカセットコンロとカセットボンベの互換性を保証するに至っていない。また、2011年4月26日現在、カセットコンロ用燃料容器の認証を受けている製品自体存在しない。次家認証表示を互換認証と誤って捉えている場合があるが、これは設計及び製造工場の検査認証であり互換認証ではない。 とはいえ、形状が合う場合は大抵装着できる場合が多いが、それでもメーカーにおいては保証の対象外となる場合があるので注意が必要である。また、アウトドア向けに販売されているカセットボンベに関しては、2017年現在でも接続形式が統一されておらず、一般用途向けのカセットボンベをアウトドア用コンロに転用す場合には、ベッド専用のアダプタが必要になる。 逆にアウトドア向けのカセットボンベは、形状の問題から、そもそもカセットコンロに接続できない場合が非常に多い。カセットコンロの規格変更、製品製造終了後もメーカーは旧式となった、製品用カセットボンベを、しばらくの期間製造供給を続けたり、カセットボンベそのものの製造が終了しても、流通在庫が存在するためしばらくの期間休。 製品用カセットボンベの店頭販売が継続されるため注意が必要である。さらにカセットボンベに形状が類似した特定用途器具用 LPG 燃料容器が流通しているため誤ってカセットコンロに使用しないように注意が必要である。カセットコンロは使用が手軽であるため手事の誤った使用による爆発、火災などの事故も多いため 業界団体により注意喚起がなされている。液化石油ガスは品質変化が起きがたいため使用期限等が定められていないが保管環境や期間によりカセットボンベそのものが劣化するため使用においての注意喚起がなされている。一般的には7年程度の保存が可能とされているが保存環境次第では 保存期間内でもボンベが錆びていたりする場合もあり、その場合は利用を控える方が好ましい。逆に適切に保管されている場合、10年以上の保管にも耐えうるがやはりこの場合も緊急時等でなければ使用を控えた方が良い。なお、カセットボンベの排気についてはスプレー排気時の注意を参照。意外な盲点としてカセットコンロは ごとくの長さが短い製品が多いため、小型なベア鍋焼きセットの容器がごとくから外れ、ガス口に落ちてしまう場合もある。通販などではごとくの寸法まではまず表記されていないため、アルミ鍋焼きをよく作る場合は、購入時に日本商品でチェックすることが望ましい。現在の液化石油ガス自体には、毒性はないが、液化石油ガスをそのまま吸引すると、 酸欠による中毒を起こす危険性がある。2000年代にはガスコンロでも調理器具を加熱する天板を拭き掃除しやすいようにガラスコートを施されたガラストップコンロが販売されている。これは IH クッキングヒーターの上面が平らであり拭き掃除がしやすいというメリットをガスコンロにも導入したものである。従来のごとくが際立ったフッ素コーティングのコンロより デザイン性に優れ、掃除がしやすいなど利便性が向上している。この動きにより、ガスコンロのデザイン史も大きく進化した。業務用器具としては、IH クッキングヒーターのように天板が平らであが、加熱方式はガス燃焼式のコンロもある。近年、省エネの点でも改良が進み熱効率が向上し、調理時間がさらに早くなっている。炎の形状では、外式と、 内縁式がある。内縁式の場合、炎が内側に向くため効率が良い。カートリジガスコンロ、カセットコンロにおいても内縁式商品が製造されている。例えばある。内縁式のカートリジガスコンロは72分間の持続時間がある。2008年10月1日、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律。 液積法により PSTG または PSLPG マークを重複していないガスコンロの販売、販売目的の陳列が禁止された。中古品等についても同規制を受けるので注意が必要。また、カセットコンロの名称がカートリッジガスコンロに変更され、関係省庁の工事文書では変更された名称で表示されている。 ニクロム線などの電気抵抗の小さくない導電体に電流を通してジュール熱を発生させて高温にし熱伝導や熱放射によって加熱する。商用電源等の電力インフラが必要。機種によってはエアコンと同様に 200V の専用電源配線がいる。停電時は当然使えない。厨房へのガス配管工事がいらないことやガス漏れによる爆発事故。 自家火からの因果の危険性が少ないといった利点もある。ことから、ワンルームマンションなどの賃貸集合住宅を中心に多く用いられている。電気コンロ、特に簡易卓上型では十分な発熱量が得られないと思われがちだが、製品次第であり、据え付け型電気コンロでは、ガス方式と得られる熱量に一義的な差はない。熱効率は、IH 方式より低く利用頻度次第では、 使用コストが割高になる。運用コスト面はまちまちであり、都市ガスやプロパンガスと比較しても、地区電力会社やガス会社の料金体系や、契約形態、大電化契約等、あるいは、コンロの使用状況による。チャーハンなど煽り調理、フライパンをコンロから離したり振ったりする動作を要する、調理法にはあまり向かないが、ほぼ全ての煮炊きに適する。 熱放射が直接得られるため、餅焼きや糊、干物などの炙りも可能。燃焼のための酸素供給は不要なので、換気は食材からの煙などのためだけに必要。かつてはコイル状の電熱線が露出している製品。裸発熱線が主流で、通電中の電気回路が露出していることによる漏電や感電の危険性があった。そのため今日では、 絶縁されている製品が主流となっている。シーズヒーター、金属管に耐熱絶縁被覆電熱線を通して隙間に充填剤を詰めたもの式電気コンロは外観がやや太い渦巻きか取り線工用であり、ラジエントヒーターは IH クッキングヒーターと同様にヒーターがガラストップの下にあり露出しておらず、IH クッキングヒーターをメインとした機種に ラジエントヒーターが組みまれている場合もある。故障については、電熱線が露出しているものを、電気コンロ、チーズヒーターを、電気クッキングヒーターと呼んで区別するメーカーもある。スイッチオフの後も数分から十数分間は、余熱により、かなり熱いため注意が必要である。小型電気コンロについては、使用方法の周知不徹底から万全と、安全なものと過信し、 加熱面に安易に段ボールや紙袋などを置き何かの表紙に通電され火災が発生するといった事故が複数報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。